絵って鑑賞物だっていう意識が皆さんあると思うんです。でも自分の絵は鏡だって呼んでいて、鏡を直接作ってるわけではないけれど、絵が見つめてくる。 Art not meant to be viewed but looking back at the viewer a mirror of the self the motif is all animals the animal motifs are reminiscentOf the LaSalle cave paintings from the Stone Age, mankind has always attempted to capture the beauty of the streamlined movements of animals. However, this artist is different. He paints their faces, most of which are close-ups, straight on, using the entire canvas.わ、すごいなこれ。めっちゃすごいですねこれね。ああ、これは狼だ。 The direct gaze stops the viewer in their tracks. ものすごいオーラで見つめられて吸い込まれそうですね。 However,According to the five specialists who predict what artists will stand the test of time. 動物のシリーズを描く作家たくさん他にもいるし、でやっぱり我々が気をつけなきゃいけないのは、まあ資料なのかね、記録なのかね、それとも要するに作家性があるなのかって、そういうふうにやっぱ区別をしていかなきゃならないし、まあ非常に微妙に難しいテーマではないかなとは僕は思いますけど。狼には実際会えないですよね、うん、そうですね、はい、でも実物のものを見てれば大体動物がもしかしてお腹空いてるのか怒ってるのかっていうのを感じることができるので、そのまあ知ってる動物ならいいけれども、まあ、そうじゃない場合はどういうふうにしてその発想を広げていくのかなっていうのがちょっとその気になったところです。 Animals are subjects that have been painted for eons.Even when their fur is faithfully recreated in photorealistic detail, it is only regarded as an accurate record of existing subject matter. So what then is he trying to express? 動物を克明に描いちゃったら動物の美しさを僕は説明することなんですよ。じゃなくて鏡、リフレクション、動物の姿を借りて人の姿だとか持っていた生命力みたいなものを表したいって考えてます。 Will art that borrows an animal to portray a person stand the test of a century? こんにちは。In this program, art collectors looking for new talent consult with these five specialists. 最初に見た時に。なんだただの普通のよくある動物の顔の絵なの、大きな動物の絵の顔の絵なのって思ったんですけど、なんか人間を比喩している感じが伝わってきて素晴らしいなと思ったんですけれど。 After receiving their advice, the collectors meet with the artists. うわーかっこいいアトリエ。 And decide whether to immortalize their works.購入したいなと思いました。 We follow this process from start to finish. Every week, a new legend in the making is uncovered. なぜここに文字があるのか、なぜイラストがあるのか、おそらく人類の中でも残すべきような作品になるかもしれないなと。House, standing the test of a century. Yet another avid art collector appears to share his recommendation. こんにちは。こんにちは。と北海道でカニの卸問屋をやっておりまして、加藤水産という会社の3代目を今経営しております。President of the major crab wholesaler Kato Suisan
which earns about $40 million annually. 北海道で、うん、美術館を作ろうと思ってまして、うん、まあ、大自然の中で食と自然と芸術が楽しめるような美術館を作って、うん、まあ、それで世界中のお客さんが来てくれるような美術館を作って思ってます、うん、今注目されているアーティストがいるんですよね、はい、とですね、山脇康介さんというとアーティストでですね、動物の顔をモチーフにした作品を描いている方でして、康介山脇 An artist of animal faces。 私の友人がコレクターでしてね、写真で山脇さんの作品を見たことがあって、その作品がですね、狼のでかい、結構100号を超える狼の顔の作品だったんですね、うん、それがすごく衝撃的で、まあ、目力がすごく強くて訴えかけるようなこう強い力強さを感じてるの、それがすごく気に入りまして、まあ、僕も最近彼の作品を、大会までやってて何回かなグループショーで見ましたけど、スウェオ・ミズマ、Japan's foremost gallerist and executive director of the Mizuma Art Gallery. まあ、丁寧に一本一本、もう毛の細かいところまでかなり描き込んでるなというような印象だったんですけどね。はい、まあ、ただなんで動物やってんのかなみたいな。で、僕が見た作品はなんとなくこれ本人に似てんのかなみたいな。うん、だから自画像でも描いてるかみたいなことをですね、まあ、ちらっとその時にはそんな感想を持ったんですけども、僕も最初に見た時になんだただの普通のなんかよくある動物の顔の絵なの、大きな動物の絵の顔の絵なのって思ったんですけど、オークショニア与一郎倉田 The president of one of Japan's largest auction houses, 神話オークション。動物楽しいなとかね、モチーフといいからっていうんじゃなくして、自分の目を通して見ているこういう人っていうものを動物として表現したっていう意味において、コンセプチュアルな意味において面白いかな、まあ、ちょっとまあ擬人化してるっていうか、そうなんですよね、印象が単なる自然の動物ではない、Portraying people with animals。なんか私の好きな山脇さんの作品はどちらかというと、そのなんかちょっと夢の世界、多分写実の方ではなくてあって、キュレーター三輪クツナ Holding a PhD from the top ranked Tsinghua University, she puts her vast art knowledge to use as a professor of modern art at the Lushun Academy of Fine Arts。なんかちょっとその妄想のこう夢の世界的なイメージもあって、それもすごく面白いなと思ったんですけれど、なんか人間を比喩している感じが伝わってきて素晴らしいなと思ったんですけれど、そうですね、ちょっとまだ他の作品まで本当に見たことないんで、そうなんです、そうなんです、今度見ていろいろとお話ししながらですね、楽しみにしてます、本当にそうですよね。Shinagawa, Tokyo. A 50-year-old house in this suburb is Yamawaki's studio. あ、どうもこんにちは。こんにちは、加藤です。はじめまして、Yamawaki と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと本当に狭いアトリエで来たいところなんですけど。いやいや。失礼します。He built this studio space himself 7 years ago. うわ、すごいなこれ。うわー、かっこいいアトリエ。 It's filled with animals, all of which stare straight at the viewer close up, using up the entire canvas. あー、これは狼だ。これなんかものすごいオーラで見つめられて吸い込まれそうですね。
ごいな。What is the artist Yamawaki trying to convey with this style? もう全体がこう見るとやっぱり狼に見えてるだけで、本当は狼じゃないんじゃないかって僕は思ってて。そうですね。やっぱり動物を描く、なぜ描いてるのかってのはもちろんいつも話してるんですけど、うん、僕は山水画を描いてると思ってるんです。なあと。Unlike Western landscapes.Shanshui began as Chinese landscapes, many of which do not depict nature as it is, but with the imagination and nature worship of the artist. 山とか、うん、がぶわーっと巨大に、はい、人はこんなちっぽけである、うん、要は人っていうのは自然に対して見たらこんなちっぽけな存在で生かされてるんだっていう象徴の作品だと思うんですね。Yamawaki says animals are symbolic of nature in the same way as Shansui landscapes. This is why he paints the animals staring straight at the viewer. 絵って鑑賞物だっていう意識が皆さんあると思うんです。だけど僕は山水画を見た時に、あれは山水画がこっち見てくるわと思ったんです。それもちろんスケール感もあるし、山が迫ってくるようなあの感じ、見てくるような感じ。The mountains can see you. As Yamawaki studied Shansui, he began to feel that the colossal scale of nature itself was not only being seen, but seeing him. 絵が見つめてくる。こっちが一方的に鑑賞するんじゃなくて、対等な感じで絵が見てきて、見てきたことでこっちが見つめて、見る見られるってことで、そこで鑑賞者が新たに発見する何かっていうのは僕あると思ってるんですよ。で、僕はだから自分の絵は鏡だって呼んでいて。The art staring back is your mirror image. In other words, リフレクション。あとは問いかけであると僕は思います。Yamawaki paints animals that stare at you as mirrors that reflect the viewer. His art questions what you feel when being seen by a symbol of nature. Yamawaki has another message in his work. 僕の絵、これものすごい極薄の絵なんですね。極薄のセロファンみたいなものが重なっているのをイメージをしていただければよくて。Most oil paintings normally utilize layer upon layer of paint to create a sense of profound meaning. While Yamawaki, オイルで薄めたもので書のようにこうぶわっと描くんですね。で、大体描き終えたら乾かして、もう一回その上から。もう薄い溶いた絵の具をでまた書のように描いてっていうのを何層か重ねて、まあ、大体5、6層が多いですけど、それで初めて完成するんです。だからこれは最初のゼロ地点から完成まで全部透けて見えてる。もちろん油ってある程度は透けるんですけど、僕の絵はほぼ水に近いから本当に全部が赤層つく見えてる。 However, making the brush strokes transparentis not only a technique to recreate an animal's fur. それってまさに時間を見るような感覚でもあるわけだから、時を感じる美しさっていうのが僕は自然とつながる。ただ描写をするというよりもその行為に意味があるんじゃないかと思ってやってます。Yamawaki layers oil paints, diluted to be nearly transparent on top of each other.To depict an animal, creating an expression of passing time within the work. He has an unwavering belief. 建築って構造を作って、ただそのいる人がどう使うか、どういう快適さを求めるかってその人の自由じゃないですか。だから僕はあくまで自分の家が建築物でありたいと思っていて。
アートは問いかけである、もうそれが全てだと思います。 What you feel when you see art, it differs by every piece you see, and how it makes you feel is up to you. Knowing an artist's intent adds a new layer of depth to the work. Will Kato accept this colorful prophecy into his collection?購入したいなと思いました。インターネットで見た時のイメージとやっぱ実物見た時の迫力がもうだいぶ違います。100倍ぐらい違いますね。生きてる生き物が存在しているような息遣いとかこう雰囲気とか鼓動とかですね、聞こえてくるような、そんなにそれぐらい圧倒するような作品でした。Kato bought three pieces depicting animals from his native Hokkaido, a wolf, an owl, and a bear in large sizes. Next time, an artist the specialists have their eye on. 名和晃平さんはディテールとか細部に対するこだわり、やっぱり半端じゃなかったというか。A solo exhibition of Yuna Ogino, who was featured on this program, is being held August 17th at the Nihonbashi Mitsukoshi Department Store. New works with flower and human motifs are also being exhibited for the first time. The Art House, standing the test of a century.